はい、こんにちは。こんばんは。こんばんも。チェンソーマンのレンジとパワーを書いていきたいと思います。よろしくお願いします。とりあえず前回羽子板で終わったんですけど、ちょっと今見たらすごくガビガビなので、ちょっと修正したいなとかにしてます。天野ひなた CH、 天野ハイナタ CH さん、こんばんは、初見です。あ、こんばんは。どうもお世話になっております。いや、ありがとうございます。あんまり早くないので、ちょっとあれですが、作業のお供とかにしてもらえたら嬉しいです。日向さんはあれですか、チェンソーマンは見てた感じですか？天野、ひなた、CH、 天野、ハイナタ、CH さん、テンツクさんの配信タイミングが噛み合わなすぎてなかなかリアタイできなかった。いやー、すいません。天野、ひなた、CH、 天野、ハイナタ、CH さん、アニメも見たし漫画も読了済みです。おー、さすがです。すみません、なんかすごいゲリラでやってしまってるのと、あと家の回線がすごく不安定でして、特にゴールデンタイムって言われてる時間帯に視聴すらまともにできないような回線なので、ちょっと変更も考えてるんですけど、とりあえずそうですね、午前中と深夜帯はできてるので、まあとりあえず今のところはこれでやってるって感じですね。チェンソーマン自分も一期は見てたんですけど、いや、なかなか面白いですね。この絵もですね、実は甥っ子がチェンソーマン好きでして、小学校上がりたてなんですけど、なんか絵描いてくれって言われて、いや、なかなか将来が心配になります。天野、ひなた、CH、 天野、ハイナタ、CH さん、なるほどです。回線系は大変ですね。ですよね。
いやー、光がいいな、光欲しいな。配信やってる人って大体もう光ですよね。ですよね。いやー、やっぱ光いいな。ちょっと棒読みちゃんちゃんと読んでくれるように。よいしょ。コピー。天野、日向、CH、天野、ハイナタ、CH さん、誰かのために描いて反応も見れる良い機会になるといいな。あ、笑い。確かに、まあ、特にね、あの小さい子に見てもらうのでいい機会ではありますよね。その親の反応も気になりますし。さて、これでちゃんと読んでくれますかね。天竺さん、天野日向さん、天野日向ちゃん、ねるさん、関わりのあったお絵かき勢の人たちがちょいちょい配信始めたりしてて私は満足。いやー、やっぱみんなの刺激受けますよね。なんか配信してみようかなっていう気に最初全然なかったんですけど、なんか面白そうだな、楽しそうだなと思ってやり始めちゃいましたね。顔まで作っちゃいましたもんね。それこそ天野日向さんのあの研究熱心な感じはすごく見習いたいです。天野日向ちゃん、ねるさん、側作っちゃうバイタリティです。あー、二重丸、あー、ありがとうございます。やったね。
なかなか表立って創作をしてこなかったので、なんか出す機会が増えてすごくなんか自分としても嬉しいですね。原作があるものとか、その元ネタがあるものってやっぱりそれに似せていかなきゃいけないところがあると思うんですけど、どう言えばいいのかな、なかなか、まあ難しい塩梅と言いますか、なんか自分をどこまで出して、いや、出していいのかというか、似せすぎてもね、ちょっとまずいわけじゃないですけど、オリジナルティーないですし、それこそ模写になっちゃうと意味がないというか、天野ひなたちゃん、ねるさん、キャラ寄せはめっちゃ大事ですよね。ですよね。その世界観ってありますから、崩さないようにいかに自分をそこで出せるかっていうのはあると思うんですよね。ひなたちゃん、ねるさん、斉藤直樹先生も言ってますが、自分らしさはパクチーなので完全に殺すぐらいの気持ちで描いても自分らしさ出ますよ。自分ではわからないけ ど、 なんかにじみ出るんですかね。寄せに行ったとしても完全に寄せきれない何かがあるというか、こんなもんですかね。羽子板の柄、まあできるだけ描きたくないですよね。いろいろ調べたんですけど、だいぶ複雑なのが多くて、天野ひなたちゃん、ねるさん、柄物はね、ですよね。いやー、まあそうなんですよ。これからパワーちゃんの着物の柄を描かなきゃいけないので覚悟しております。
天野ひなたちゃん、ねるさん、そもそも正月への着物やらがすでにめんどくささまくす。いや、書いててちょっとまずったかなと思いましたね。どうせ、いや、あのあれなんですよ、おいっ子に見せるのが正月なので、あのどうせなら正月衣装を着せてそういう雰囲気も出したいかなとか思ったんですけど、今考えるとやべえ大変だっていうことに後から気がついて。まあしょうがないですね。多分完成したらいい感じにはなってくれると思うんですよ。それを期待して頑張ります。デンジの目結構赤っぽい。天野ひなたちゃん、ねるさん、クリスタ素材で絵の素材上から貼っちゃって歪みツールとかではめ込むのが一番楽しい。あー、その手がありましたか。ちょっとそれも考えます。そうですよね、クリスタそれできるんですもんね。いやー、完全にアナログ思考だ。いいこと聞いた。ちょっと赤すぎるか。赤すぎるな。もっと暗くするか。天野ひなたちゃん、ねるさん、そういうデザイン凝るのが好きな人以外はうまく逃げたい気持ちが勝ってしまう。そうですね。いや、そこまで好きじゃないので逃げれるなら逃げたいですね。できるだけはしょれるところははしょっていきたい。結構動画とかも作るんですけど、そういうね、柄とかあると動かせられないんで、ちょっと解像度高かった方が良かったかな。なんかどれくらいの解像度で書いたらいいのかがちょっとまだわかんないんですよね。
嬉しいっすね、こんな。特にあんまり喋り得意ではないんですけど、顔を覗かせてくれるなんて。ちょっと前まで自己肯定感マックスで低かったので、自分なんてって考えることがめちゃくちゃ多かったんですよね。天野ひなたちゃん、ねるさん、ありがとうございます。めっちゃ励みになります。頑張っていこう。天野ひなたちゃん、ねるさん、絵描き代替自己肯定感低いのなぜ？なんででしょうね。なんでなんだろう。ああ、そうですね。ちょっと絵の仕事を会社でやってたんですけど、そこで、まああんまりいい評価をもらえてなかったので、そこもかなり大きい影響なのかなと思ってるんですけど。天野ひなたちゃん、ねるさん、うまい絵ばっかり見て勝手に比較するからかな、参考資料は必須だし。あ、ですね。天野ひなたちゃん、ねるさん、絵の仕事してたの？あ、ちょっとだけかじってたんですよ。あんまりうまくいかなかったので、まあ自分にはちょっと荷が重かったのかもしれないですね。その組織でやるっていうことが、結構周りの人に影響されますよね。目の影どうしようかな。入れるか。
天野ひなたちゃん、ねるさん、正直自分の描きたい絵を描きたいタイミングでダラダラ配信しながらリスナーとだべりつつやれたらそれが理想ではある。そうですね、やっぱ描きたい絵描けるって最高だなって思いますね。一生そうしてたい。まあそれでね、生計が立てれるようになったらもう最高ですよね。線画の方に書いちゃった。ああ、やり直し。ん？これ。天野ひなたちゃん、ねるさん。やっちまったな。やっちまったぜ。これ戻れる量決まってるんですかね、クリスタって。あ、戻れた。あ、よかった。なーにー。ハイライトですかね、これで。影が、どっちからしようかな。パワーを見せたいので、正面。左前からでいいかな。うん、思うんすかね。もうちょっと入れとくか。
目かいてるときはやっぱ楽しいっすね。もしよかったら聞きたいんですけど、今1280でライブしてるんですけど、あの絵を見るのに見れてますかね。なんかやっぱりぼやけてる感じしてないですか。ちょっと家の回線がこれ以上ちょっと高くできないので、もし高くしようと思ったら回線を変えなきゃいけないんですけど、もし何か意見、感想あれば教えていただければと思います。天野ひなたちゃん、ねるさん、普通に見えてるよ。あ、よかったです。なんかやっぱりね、見せたいものが見せれないってすごく、ま、本末転倒だなっていう感じなので、もう一安心しました。次はパワーの目。ヘライトの線が邪魔だな。そう、
これで、あとは、結構鮮やかな赤ですね。鮮やかに見えないな。難しいな。天野ひなたちゃん、ねるさん、みなちゃんと線がまとめてて偉すぎ。私拡大したらめっちゃ汚いの目立つ。まとめてるっていうのはどういう。いやー、あれですよ、自分もめちゃくちゃ荒いですよ。日向さんの絵見てますけど、そんな汚く感じないですけどね。むしろ全体のバランスがすごく整ってるというか。天野ひなたちゃん、ねるさん、迷い線がなかったり当たりにはみ出したりしてなかったり。なるほど、そうですね。この辺は、あれですね。会社にいた頃の名残ですね。そういうの許されなかったので。天野ひなたちゃん、ねるさん、そういう風に見えてるなら嬉しいけど、自分自身は適当に塗ったの分かってるからな。ダバリュー汚くてもそこに理論があればいいんだけど。ですね。
なんか汚いと見るか、そのあ味じゃないですけど、そのトータルとして完成形としてそのしっかり見えてれば全然問題ないことだと思う。むしろ変なこだわりがね、絵のこうか、どう言えばいいのかな、感情というかその訴えかける力に変に作用してしまうとそれこそマイナスなので、難しいですよね。天野ひなたちゃん、ねるさん、難しい。難しい。情報さんじゃダメか。スクリーンじゃダメだな。情報さんにして下げるか。難しいなぁ。目って難しいなぁ。ヘライト入れてみるか。
とりあえず流して後で修正入れましょう。絵の描き方も千差万別で面白いですよね。こんな描き方するんだっていう描き方を今は YouTube で見れるので、すごいことです。独学でやろうと思ったら、そういう本買うしかないですもんね。それか師匠についてもらうか。天野ひなたちゃん、ねるさん、目も毎回適当に塗ってるから描き方違うな。あー、そうですよね。なんかその時の気分というか、絵柄に合わせて変えちゃってますもんね。ひなたさんは色については独学ですか？独学だったらすごいなって思ってるんですけど。天野ひなたちゃん、ねるさん、本あんまりちゃんと読めないのよね。上手い人の絵見てることの方が多いや。ああですね、確かに本は自分もあまり読めないですね。ひなたちゃん、ねるさん、色の勉強は特にしてないですね。一般的な光の知識、的なのは動画で仕入れたりしましたが。いや、調べたら今出てきますもんね。いや、すごい時代ですよ。それを吸収するそのなんていうんですか、その（笑）しっかりとした基盤があるっていうことがまずすごいんですけど、締めはこんな感じですかね。とりあえず次どうしようかな。
髪の影いきますか。デンジ。さ、どうしようか。髪の影の色、ただ単にサイドを落とすだけではちょっと味気ないって、ピンクをちょっと追加するけど、あんまりデンジにピンクは合わないので加減が難しいな。光が左上からだから
天野ひなたちゃんねるさん、動画に字幕つける作業が非常にめんどくさい。なるほど。え、それは英字幕でつけるって感じですか？それとも日本語でつけて、あ、動画っていうのは、なんか講座系、あ、え？ライブに字幕つける感じですか？それはかなり大変なのでは。天野ひなたちゃんねるさん、あ、コンウラで作ってる動画ですね。ダバリュー分かりからくてごめんなさい。ダバリューなのです。いえいえいえ、いや、一緒に作業できて嬉しいです。いや、字幕つけんのめちゃくちゃめんどいですよね。一回切り抜き作ったことあるんですけど、めちゃめちゃ大変でした。タイミング合わせるのとか。ここ何言ってんだっていうところも結構あったりして。ね、単純に言ってることだけ、文字起こしすればいいってもんじゃないじゃないですか。やっぱり、その、要点だけ抜粋するというか、天野ひなたちゃんねるさん、愛の文字起こしソフト使ってるので、タイミング調整とか入らなくて文章直すだけなのでちょっとは楽なんですけどね。ああ、いや、それでも大変ですよね。いや、文字起こしは死ぬかと思いましたね。AI ですよね、時代は。今回のライブ配信のその説明欄っていうんですか、動画の説明欄、Bing さんに考えてもらいましたもん。活用できるとか使っていきたいですね。天野ひなたちゃんねるさん、マジか、わら。そうなんですよ。いや、文章がほんと不得意で、
天野ひなたちゃんねるさん、確かに愛の方が日本語上手そうだしな。ねえ、なんかびっくりしますよね。なんでこんな簡単に綺麗な日本語出せるのっていう。まあ画像生成 AI に対してはね、なかなか思うところもありますけど、難しいですよね。天野ひなたちゃんねるさん、割と無茶言っても帰ってくるのすごい。そう。いや普通に YouTube の概要欄考えてくださいって投げたら普通に帰ってくるんですよ。何なんですかね。すごすぎですよね。天野ひなたちゃんねるさん、生成愛無法地帯だからな。自分の描きたいものは自分の手で出力したからその点はいいけど、マネタイズしている人たちはたまったもんじゃないですね。いや本当にたまったもんじゃないですね。レーブティ・ドゥンケルハイト、はあ、ビートロム・ダンケルハイトさん、テンツクさん、こんばんは。あ、こんばんはレーブ様。夜遅くに来ていただきありがとうございます。今こんな感じで絵を描いております。正月にですね、まあ甥っ子にチェーンソーマンの絵を描いてくれと頼まれまして、まあどうせなら正月っぽい絵にしようと思って、着物着せてます。だいぶ鈍足ですがよろしくお願いします。喜んでくれれば嬉しいです。どうでしょうね。ビートロムダンケルハイトさん、テンツクさんの作品ができる過程拝見してみたかったので密かに喜んでおります。ありがとうございます。なんか毎回書き方違うので何とも言えないんですけど、こうして配信で皆さんに見慣れながら書くのもおつなものだなと思います。さて次が、パワーの紙いきましょうかね。
ブディ・ドゥンケルハイト、はあ、ビートロム・ダンケルハイトさん、人前で描くのは緊張しませんか？いや、めちゃくちゃ緊張しますよ。手震えてますもん。手汗すごいですもん。やばいです。あの、ガーティックフォンでも、あの、緊張しますからね。あっちは特に、時間が決まってるので、やばすんぎです。レーブティ・ドゥンケルハイト、はあ、ビートロム・ダンケルハイトさん、あら、あら、あらあら、あらあらです。パワー、紙、紙、紙レイヤー、ここかですね。パワーの紙は、これこそピンク系ですね。ピンク強めで、左から当たってるので、ファブイとかも初めてしたんですけど、反応返ってくるのはとても嬉しいですね。レーブティ・ドゥンケルハイト、はあ、ビートロム・ダンケルハイトさん、おはようビーチューバーに反応あると嬉しいの同感です。温かい気持ちになりますよね。いやー、なりました。ママのひなたちゃん、ネルさん、よく見つけましたねって感じで、たまに人やってくるから配信はすごい。ああ、
確かに。これどうやって検索し、っていうか検索しても自分出てこないんですよね、まだ。それで来てくれるってすごいですよね。おはぶいもね、できれば続けたいとは思うんですけど、なかなか朝起きれないので、まあできるときにやるって感じにはなると思いますね。早く検索でね、電作って入れたら一番に出てくるようになりたいですね。後ろの毛をどのように抜くか、レーブ・ティ・ドゥンケルハイト、はあ、ビートロム・ダンケルハイトさん、それでもよろしいと思います。場合によっては予約投稿しておくのも手ですよ。ハンド、ピンク、ウェイビング。ああ、予約投稿ってあれじゃないですか。プレミアムというか、課金しなきゃできないじゃなかったでしたっけ。無料でできるなら全然あれですね。戦略としては全然ありですね。とりあえず塗りつぶしましょうかね。よいしょ。ああ。ああ。あれ塗りつぶせない。どうなってんだ？どうなってんだ。敷地が近いからかな。手で塗るしかないのか。投稿、そうですね。ちょっと調べてできるならやってみますね。レーブ・ティ・ドゥンケルハイト、はあ、
ビートロムダンケルハイトさん、無料でできますよ。ただしアプリからはできず、ブラウザ版限定であったと記憶してます。ああ、そうなんですね。じゃあちょっとブラウザでちょっとやれる方法を調べてみます。いやー、疲れますね。なんか本当に配信に関する知識が全くないので、あとレイブ様の読み方を変えましょう。これで二重に読むことはなくなりました。いや、棒読みちゃんっていうのも初めて入れまして、辞書登録がレーブティ・ドゥンケルハイトさん、あら、スマートになりましたね。いい、あ、ありがとうございます。レーブティ・ドゥンケルハイトさん、ありがとうございます。いえいえいえ、なんか辞書登録したのが一回閉じてしまうと消えてしまうっていう事例が結構続いてまして、なかなか苦労したんですけど、コメビを閉じる前に棒読みちゃんの方を閉じるとなんか保存されるみたいで、それで難を逃れました。まあこれが全員に適用できるのか分かんないですけど、いや、まあでも新しいことを覚えるのはすごく楽しいですね。マイクの設定なんかもかなり大変でしたけど、まあなんとか聞ける音にはなったんじゃないかなと思っております。AG03 なんても買ってしまったんですけどね。まあでも自分の声聞くとやっぱり違和感があるというか、ちょっとキモいんですよね。
まあ特に含み笑いをしている自分の声がすごくキモくて、まあ普段ね自分の声聞く機会なんてほぼほぼないので、レーブ・ティ・ドゥンケルハイトさん、まあアグゼロさん、テンツクさんの本気度が伺えますね。ですかね。天野ひなたちゃん、ねるさん、慣れです。慣れですか？慣れですか？慣れますかね。慣れればいいんですけど、すごくキモいんですよ。自分の声に対する違和感もとてもよくわかります。いや、ありがとうございます。環境ノイズをめちゃくちゃ拾ってしまうんで、それを消すのがすごい大変でしたね。環境ノイズ消すと自分の声もなんかこもって聞こえてしまって、あれですか、皆さんは マイクはコンデンサーですかね。天野ひなたちゃん、ねるさん、2年間近く配信中ずっと自分の声聞いてればさすがになれる。ああ、なるほどなるほど。では2年は続けないといけないということでもありますね。いや、2年続けてるってすごいですよね。なかなか仕事でも2年続けるって大変ですからね。いや、もう尊敬しかない。ひなたちゃん、ねるさん、活動を始めた B 半年ぐらいで死んでいくから頑張って生きてもろて。あ、わかりました。頑張ります。レーブ・ティ・ドゥンケルハイトさん、いえ、ダイナミックマイクですね。あ、そうなんですね。マイクだと帰って音を拾いすぎてしまうと伺ったことがあるので、こちらにしました。あー、なるほど。あー、じゃあダイナミックマイクでも設定次第では綺麗な声になるんですね。いや、すごくレイブ様の声綺麗なので、どのように設定してらっしゃるんだろうなっていう感じではありますね。天野ひなたちゃん、ねるさん、コンデンサーですね。直上でエアコン動いてても音拾わないのはなぜだろうね。嘘です。すごいですね、それは。
え、どんな設定してるんですか？あら、ストレスなくお聞きに慣れているなら本当に何よりです。ありがとうございます。いえいえ、本当に綺麗に聞こえているので、いいマイク使ってるんだろうなと思っておりました。まあ、それかあれですね、あの元の声が素晴らしいのかもしれないです。コンデンサーで直上のエアコン音拾わないのは、それは魔法では。ライトさん、私は OBS でフィルターをかけることでノイズ除去に成功しました。バーチャルハグ。ああ、なるほど。フィルターっていうのはあれですか、エキスパンダーとかいうやつですかね。レーブティ・ドゥンケルハイトさん、あら、あら、フェイス、ヘイト、シェイプ、天野ひなたチャンネルさん、OBS のフィルターかな。あー、いや、そしたら皆さん、やばいですね、設定の仕方が。ひなたさんの声も綺麗に聞こえますし。はい、そのあたりの類です。あ、なるほど。じゃあちょっと自分もそこいじって、もうちょっと詰めてみますね。どうしてもこもりが気になるんですよね。いや、塗りつぶしツール使えないのちょっとめんどくさいですね。もう なんか知らないですけど、あの色が近いと塗りつぶしできないんですよね。天野ひなたちゃんねるさん、線が閉じてないからではなく、あ、線はだい、うん、閉じてます。うん、閉じてるんですけど、なんかそういう現象になったことないですか？多分クリスタの必要な周囲だけか。天野ひなたちゃんねるさん、それか必要な範囲だけ投げ縄とかで囲ってバケツして、あーどこだけ消すとかね。そうですね、それもありですね。次からそうなったらそうしますね。
もしかして間違えた？間違えてる。やり直し。レーブティ・ドゥンケルハイトさん、フェイス、ブルー、ワイド、アイズ。いや、本当にその顔です、今。いや、確認大事。もう自宅で絵を描くようになって、やっぱり環境を整えたいなっていうのがあるんですけど、やっぱり液タブ大きいのが欲しいですね。今13インチ使ってるんですけど、やっぱり作業効率が悪いというか、見れる範囲が少ないので、アップにしちゃうとほとんど映らなくなっちゃうんですよね。せめて16あればな。
天野ひなたちゃんねるさん、画面のでかさに比例して値段上がるからな。そうですよね。特に 4K なんてバカ高いですよね。今ワコム使ってるんですけど、やっぱワコムがいいなって思ってて、まあ特に何か理由があるわけじゃないんですけど、まあ信頼性ですかね、国内メーカーっていうのもありますし。レーブティ・ドゥンケルハイトさん、安心と信頼のワコムさん。そうですね、まあどうせならね、国内の使いたいなと思ってて、そしたらあれですよ、22インチですか、今度出たのか、まだ出てないのかあれですけど、40数万しますもんね。40万ぐらいでしたっけ。いやー、なかなか手出せませんよ。パソコン変えちゃいますもん。影はこんなもんですかね。うん、ではどうしようかな。今日はここぐらいにして、また次回続きを書いていこうかなと思います。いや本当にひなたさんとレブ様来ていただき本当に嬉しいです。ありがとうございます。また時間と機会が合いましたら、よろしくお願いします。天野ひなたちゃん、覗いていただけると助かります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あとこれ、そうですね、言っときますか、チャンネル登録と高評価と、ツイッターのフォローよろしくお願いします。いや、こちらこそ光栄です。ありがとうございます。いや、お約束もね、言っとかないと照れますね。では、ありがとうございました。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。レーブティ・ドゥンケルハイトさん、ぜひまたお邪魔させてください。おつでんでした。レーブティ・ドゥンケルハイトさん、
バッチリですとも、ヨーゴ TT ヒエス。